ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。それでは張り切っていきましょう。第23回目はこちら、ビファーレン長崎の広報活動に潜入。2020シーズンもいよいよクライマックス。今こそ長崎の力を一つにするために県内のテレビ局ラジオ局を回りました。ビビ君、今日テレビとかラジオとかたくさん出ます。頑張れそう？じゃあ行ってみようか。じゃあ頑張ろう。ビビ君、お手伝いよろしくお願いします。最初に訪れたのは NBC 長崎放送。まずはお昼のラジオ番組に出演します。今日祝日なので、普段は佐賀のスタジオにいる徳丸っていう男性のパーソナリティに今日長崎のスタジオに来ているので、そうなんですよ。で、初めて会うのですごい楽しみにしてて、あ、はい今日は沼に入る気満々だった河合さんフィールドビビ君も、ビビ君楽しみですね。千葉線でその、はい、どんな雰囲気だったか、はい、とここでビビ君も番組中に聞きたいことがあるようですもしかしてここで聞く？ビビ君、どんなことを質問するんでしょうか。まもなく3時18分、今日は3時の時報で、エイキ君も非常に楽しみにしておりました。はい、エイキ君は初対面、はい、ビファーレン長崎の坂田春奈社長とビビ君です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか？かっこいい。ビビ君かっこいいって分かって喜びました嬉しい。ビビ君かっこいいって言ってもらえました。とっても嬉しいですね。なんかこういうしびれる展開でこの時期迎えられてるっていうのも本当に幸せですね。そうですね、本当にありがたいことだなって思います。皆さんの応援のおかげだと思います。千葉線は行かれたんですか？はい、行ってきました。あ、そうですか。ここでビビ君、さっき準備した質問をするようです。お友達のことが気になるみたいですね。ちゃんとご挨拶はできなかったんですけど、あの遠目からあのきちんとね、あのファンの皆さんにご挨拶されて、黄色いこう立派なマスクをされている姿は見ましたよ。ビビ君もね、いろんなお友達に会いたい、会いたいね。今年会えてないお友達いっぱいいるもんね。うん、今日はビファレン長崎坂田春奈社長、そしてビビ君、ありがとうございました。ありがとうございました。笹野さん、徳丸さん、ありがとうございました。じゃあまた後ほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ビビ君がお話ししない。ピー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 言ってる。ビビ君のせいじゃない？続いて向かったのは長崎駅にある FM 長崎。ビビ君、この場所覚えていますか？以前このスタジオを訪れた時、狭くて入れませんでしたよね。ちゃんとダイエットしてきましたか？入ったじゃん、ビビ君。ビビ君、やりましたね。いや、あの今年1月かなぐらいに、あのビビ君クラブマスコット総選挙の時にここにビビ君チャレンジして入れなかったんですよね。もう手取れないのか。はい、なんかお餅の食べ過ぎてその時は言ってたんですけど、やっぱダイエットしたんだね入れたね。先日はね、はい、ビビ君が参加させていただいたカーレン長崎号のそうスタートしましたので、ビビ君バス乗れてたね。いつもねチャレンジして失敗してるのにね。そう、先日長崎バスにラッピングバスビファーレン長崎号が誕生したんです。長崎の未来に向かって共に走るというメッセージを掲げ、長崎市内を運行しています。皆さんもぜひ乗車してみてくださいね。いたずらあれね、ピンポンして何回押したの？5回も押したの？5回も止まらせたの？ゲストさんに。ということで、この時間はビファーレ長崎から坂田春奈社長とクラブマスコットのビビ君にお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。古本さん、ありがとうございました。
次は NBC 長崎放送に戻ってテレビ出演です。ここではホーム戦のイベント告知がビビ君の担当です。 OK で細い方で景品もあります。ビビ君、帰ったら手を洗いましょう。そろそろ本番が始まります。スタジオに移動しましょう。ビビ君、触っちゃダメですよ。かんころ餅。1万円ゲット。怒られるよ。ビビ君、スタッフの人に怒られちゃいますよ。元に戻しましょう。スタジオにビバーレン長崎からスペシャルなゲスト来ていただきました。社長の高田春菜さんとビビ君です。ビビ君、準備したフリップでしっかりイベント告知できました。ここまで高田春菜社長とビビ君でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 NPC の皆さん、ありがとうございました。ビンゴパネル、いたずらしてごめんなさい。続いては KTN テレビ長崎で本日最後のお仕事です。よろしくお願いします。皆さんに応援していただいて、県民の皆さんが期待をしてくださっているということがすごく後押しになってますし、それがこう私たちの使命として、みんなに夢や希望を与えていける存在になれたらいいなというふうに改めて思っています。本当に私たちも応援しますので頑張っていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 KTN の皆さん、ありがとうございました。最後に本日のまとめです。いっぱいラジオやテレビに出演させていただきありがとうございました。皆さんに応援してもらえてとっても嬉しいです。もっとビファーレン長崎のことを知ってもらえるように頑張ります。ビビ君。